皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。どうも、シモムーです。今一瞬ちょっと名前が出てこなかったですけど、俺誰だったっけって思いましたけどね。大丈夫でございます。本日もシモムーでございます。もちろん、シモムーのみの出演でございます。本日も。さあ、早速、今回も明るく元気にやっていきたいと思います。今回はですね、シモムーの見せたがりのコーナーでございます。最近分かってきたんですけど、私、だいぶちょっと見せたがりな部分があるなぁと思いまして、で、今回は何を見せるかと言いますと、もう結構見せてきました。家の中とか、財布の中とかね、まあ腹の中はまだ見せてないですけど、腹黒いのか、まあ見せてないですけど、ちょっとうまかったな、今かな。自分で言うのもあれですけど、ちょっと今ね、いい感じでしたね。そういうのはいいとして、今回見せるところはですね、シモム、冷蔵庫の中に必ず入っているもの、何ですか？ちょっと小声になりましたけどね。私、シモム、冷蔵庫の中に必ず、常備しているものがあります。まあ、必ず買うものですね。は何個かあります。その中で、4つだけちょっと紹介したいと思います。だから、皆さんも良ければ、買ってください、それを。いや、買わないでいいです。今めちゃくちゃ適当なこと言いました。買わないでいいです、別に。まあ、とりあえず、4つありますんで、紹介していきたいと思います。必ずこの4つは冷蔵庫に入ってます。なくなったら買います。まず1つ目はですね、1つ目。じゃじゃん、こちらでございます。カフェオレでございます。マイルドカフェオレ。これは必ずね、常備しております。私、大変甘党でございまして、ブラックコーヒーは飲めません。まあ、飲めないことはないですけど、好んで飲めません。もう、できるだけカフェオレ。微糖も好んでは飲めません。もうカフェオレです。甘党、甘党ですから。カフェオレ、もう必ず入ってます。絶対に。これは必要でございます。カフェオレです。ちょっと置かせていただきます、こちらに。続いて2つ目。二つ目ですね。二つ目はですね、また飲み物。また飲み物で、こちら、味わいカルピス。ね、こちらも飲み物でございます。カルピス。これも甘いやつですよ。カルピスがないと。ね、やっぱりね、子供の舌はカルピスで成り立ってますから。もうシモムは子供の舌と一緒ですから。もうカルピス飲ましときはご機嫌いいですからね。もうこれも必要です。味わいカルピス。飲み物2つ揃いました。これちょっと囲もうか、飲み物をね。で続いてじゃあ3つ目。3つ目です。3つ目はですね、飲み物じゃないです。まあ、こちらデザートかな。デザートこちらです。バニラヨーグルト。これね、ヨーグルトで唯一買うものなんですよ。ヨーグルトってあんま食べないんですよ、個人的に。でもこのバニラヨーグルトだけは食べるんですよ。なんかね、ヨーグルトの中でも甘いです、やっぱ。これバニラが入ってるだけあって。3個入りなんですけどね。3個入りで売ってるんですけど。これうまいですよ、このバニラヨーグルト、マジで。おすすめです、ヨーグルトの中では。唯一買うヨーグルトでございます。やっぱ基本甘いやつですね。基本甘いのが。お好きですね、私はね。で、ラスト、4つ目、ちょっと意外かもしれないですね。いや、意外じゃないから、子供の舌って言ってるからもう、ね。まあ、出されてもそんなに驚きはしないでしょ。ラスト、こちらでございます。じゃん。照り焼きミートボール。照り焼きミートボールでございます。これもね、全く同じやつ。これを買うんです。ミートボールっていろんな種類あると思うんですけど、必ずこれ。これどこ？石井のお弁当くんの照り焼きミートボール。これね、トマトもあるんですよ。トマト味のミートボールもあるんですけど、照り焼きじゃないとダメ。もうダメです。トマトもいいけども、別に嫌いじゃないけども、絶対照り焼きがいいんです。このサイズ感がいいんです。あのもっとでっかいミートボールあるんですよ。ね。なんか中華に出てくるような。
あれも美味しいですけど、肉団子系ね。いいですけど、ちょっと高めのやつ。でも、このやっぱね、無難なやつが、照り焼きがいいんですよ。もうこれ、やっぱ、昔からお弁当に入ってたらテンション上がりますからね。もう俺、正直この、お弁当もう、白ご飯ともうミートボールだけでいいですからね。それだけでも、白ご飯食えますから。全然。そんだけ、好きですね。こう照り焼きのタレがいいんですよ。タレも美味しいから、最後タレだけ残ってもそれにご飯つければ、食べれますから。これはトマトだとね、ちょっとね、タレがご飯と合わないんですよ。この4つでございます、私。この4つ。ね。この4つでございます。この4つ、私が必ず冷蔵庫に入れているものでございます。じゃあ皆様、こんな感じで本日は以上になります。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。本日も明日。